瀬優太、そこには高橋と松崎、小林大輔、ボールプッシュ、ボールプッシュ、一人で持っていった、バスケットカウントエンドワン、明日小林大輔、ガードを育てることに定評をつけるため長く西宮を支えてきた松崎健人が最初この第4クォーターファーストバスケットを決めていったが、そこで小林大輔取られたら取り返す、よりいい形でやり返していきました。これで谷直樹が個人ファール。